ここはですね、三船層群9000万年前の地層から実際石を持ってきてますので、ここから9000万年前の化石を見つけることができます。中には、火山でできた石と、砂でできた砂岩、泥でできた泥岩という3種類の石があります。火山の石からは化石を見つけることはできないので、砂岩と泥岩を選んで探してみましょう。はい、くまモン、これはですね、さっき説明した化石が出る石です。で、これをパカッと割ってみると、なんと、そうです、これは二枚貝の化石なんです。うん、こういうようなね、化石を石を割って見つけてみよう。はい、じゃあくまモン、この中からね、化石が出そうな石を選んでみよう。よく見て探してごらん。大丈夫かな、石は転びやすいので気をつけてね。お、いい石を見つけたね。お、それは化石が出るかもしれない石だね。お、割れた。割れたら割れたとこをよく見ないと化石を見つけることはできません。お、ちょっと割れたかな。割れたら割れたとこをよく見てください。よく見ないと化石がついててもわかりません。お、クマモン、ここにちょっと穴が開いてるところが見えますか。うん、これはね、昔貝殻があったんですけど、溶けてなくなってるけど、立派な二枚貝の化石です。よく見つけた。うん、すごい。ここで見つかる化石は全て9000万年ですね。はい、白亜紀の後期って言われてますけど、はい、恐竜がよく生きてた、はい、時代の化石ですね。うん、そうですね、三船町周辺には三船層群という今から9000万年前に堆積した地層がたくさん広く分布していて、そこからたくさん恐竜の化石が見つかるんですね。で、まあ、国内でも初めて肉食恐竜の化石が見つかった場所でもあるんです。これがですね、日本で初めて見つかった肉食恐竜の化石です。一本の歯なんですけれども、まあ、これが見つかるまでは日本では肉食恐竜の化石というのは一つも見つかっていなかったので、まあ、この歯の化石が出たことによって、確かに日本には肉食の恐竜に生息していたのだなということを初めて知らせてくれた貴重な化石ですね。小学生が見つけたんです。詳しいメカニズムは分かってないんですけども、地球の環境が大きく変化したということは影響していると思います。隕石の衝突であったりとか、火山活動があったりとか、まあ、そういったことがですね、原因となって地球の環境が変わって、まあ、それによってこういった大きな体をした動物たちが特に強く影響を受けたということはどうもそうらしいです。10キロぐらいのサイズのものが、メキシコのユカタン半島沖に衝突をしたのはどうも確からしい。同じ恐竜が絶滅した頃ですね。ただ生き残っている動物たちもたくさんいて、ワニとかカメとかですね、そういった動物たちは生き残ってますし、それから恐竜の仲間である鳥、これもちゃんと生き残ってますし、そして私たち哺乳類ですね、これも生き残ってますので、まあ、全てが絶滅したわけではないんですけどね。まだたくさん埋まってます。